アルベルト・バウマン作、インヘリタンス・オブ・ザ・トゥエンティース・センチュリー、アダン・ニク・ルックスによるミクストメディア。ミクストメディアとは、現代美術において、性質や種類の異なる複数の媒体、または素材を用いる技法、またそれにより作られた美術工芸品のことである。類似の言葉で、マルチメディアがあり、音楽とスライドショーを連動して上映すること、文章の中に、 動画や音声を埋め込むことを示す。またメディアミックスは単一の作品を異なった媒体や素材で展開することである。もともとは20世紀初頭のただやパピエコレに端を発し、規制の日用品によって構成された作品や素材を表記するときに用いる用語であった。今日では複数の異なる素材を使う場合や異なった技法を複数用いる場合に用いられることが多い。 ミックストメディアとして使われる媒体は、油絵具、水小絵の具といった特定の種類を指すこともあれば、版画での技法として用いられることもあり、絵画、彫刻、写真、映画、ビデオ、音楽などでそう呼ばれることもある。インスタレーションアート、特に複数の作品をまとめて一つとしたり、展示場所と一体化された会場の空間自体を作品とする場合には、 ミクストメディアがよく用いられる。なお、マルチメディアは、ミクストメディアとは異なる概念であり、芸術の表現技法の範疇において使われることはない。現代美術においては、絵画表現に限らず、蒸気のような複合技法を用いた立体作品などもミクストメディアと表記されることがある。なおミクストメディアを、混合技法と訳したことにより、マックス・でルナーが、 絵画技術体系で提唱したテンペーラという彩用交互に使用する混合技法と混同されることがある。ありがとうございます。